スタジキング、せいせいせい。ということなんですけれども。せいせいせい、どっちだって。お前さ、なんでやってそれやってんの俺、主にそれ何回思ったと思ってんのスタジキング。言ったっけよ。こっちだから。俺、こっち側になって間もないから。まあ、もうラブライもう1年経つよ。経ってるよ、結構だし。そろそろ1年だよ。まあ、ということでですね、はい、今こう、高校野球シーズンじゃないですか。うん。夏と言ったら、高校野球。うん。そうめん。そうめん。駅です。おぉ。この3つが、夏の風物詩というわけですね。間違いないですね。間違いないんですよ。うん。で、本日はですね、はい。まあ、前回というか結構たまにシリーズ化してやってたんですけど、うん、もう野球系に行ったんで、うん、これしっかりやろうかなと思いまして。はい。今日の企画持ってまいりました。よっしゃ。ということで、本日の企画。高校のユニフォームめちゃくちゃかっこいいところベスト3ユニフォームっていうのは、まあ、着こなし方も大事なんですけれども、うん、やっぱり色合いであったりとかあそういうこうシンプルでもなおかつ威圧感のあるユニフォームっていうのあるじゃないですかあるねそれのこのベスト3を私今日選んで持ってまいりましたおそれを今日発表させていただきたいと思いますはいこの時点でいいなと思う方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いしますお願いしますパシキンバシキンかっこいい高校のユニフォームベスト3の第3位は修学館あ、修学館今日は真面目にいきます真面目なんだね真面目にいきますうんはい、これなぜかと言ったらですねはい修学館のポイントポイント色合いあ、色合いうん青のベースに黄色のアウトラインうん、うん、そして修学館のあの文字はいで、今流行りのボタン2つなんですよあー確かに流行ってるな、うん、あれめちゃくちゃかっこよくないちょっと皆さんにも聞きたいんですけど、うん、ボタンがフルであるのと、うん、リコまでのボタン、うん、どっち派ですか俺フルだわフルの方が好き、うん、俺内派かな、うん、中学の時のユニフォームゼロだった明徳もゼロだよあなるほどもう着てそう着るタイプあなるほどそっちのタイプがあったんだそうすごいそのリコの方が、うんうんぶっちゃけね、うん、ダメ高校野球では、うん、あるまじきっこいかもしれないけど、うん、草野球のユニフォームとかでも、うん、ボタン開けたらかっこよくないああまあ確かに2個の方が、うん、だからそういう感じしないもう分かるわ分かるでしょ、うん、でも、うん、多分あると思うよあの人たちが着てるからねまあそれはそうですよね、うん、まあそれは確かにそうだわ修学館といえばで思い出したんだけど、はい、ピッチャーもやって、うん、セカンドもやって、うん、高校の時は最強のね、うん、野球歴を残して、はい、俺の友達にいる、うん、お名前は、お名前は、堀江さんですね。堀江さん、うんはい、久しぶりに出てきましたね、堀江さん。出てきましたね。この前一緒にご飯行った時に、うん、あれやめろや。やめろや。はずいね。はずいんだ。はずいだけど。一個知ってますか？はい、なんですか高校野球で帽子をまっすぐにするスタイル流行ってたって誰だと思います誰ですかこれ堀江なんですよえ、堀江なの、うん、これマジであ、そうなのうん、これね、ガチいいそっからみんなが真似しだしたあ、そうなんだ、うん、堀江がね、まっすぐにしてやってたわけ、うん、で修学館他のみんなもまっすぐにしてたわけ、うん、で、俺もその時春だったんだけど、うん、まださ、丸首っていうのがさあだからどっちかうん、ちょっとネックあるか、うんうん、丸首かどっちかで、うん、春の時ね俺と楠本だけだったの、うん、丸首にしてた、うん、で俺は帽子まっすぐにしてた、うんうん、それは修学館に憧れた、うん、あそうなんだ彼らあれですかね結構顔もイケメンでガタイもいいみたいなスタイルもいいですからだからそうほぼほぼ僕と一緒なんですようん違うね何で、うん、一緒なんですよ違う一緒じゃなかったの野球だけ違うの、うん、あそうなん、うん、パシキンパシキンかっこいい高校のユニフォームベスト3の第2位は2位は東海大東海 大, 東海大相模、うん、相模まあ、東大系列っていうのは、うん、甲子園に出るときと県大会のユニフォームで色が違うんですよねああ県大会の時は白なんですよ、うん、よく見る東海の甲子園に出ると青くなるんですよ、うん、縦じま、うん、で胸に東海、うん、この文字、うん、かっこよくないですかいやかっこいいね、まあ、やっぱ誰しもが憧れるっていうか、うん、やっぱねこうユニフォームがシンプルだった人っていうのは、うん、縦じまに憧れるんですよあー確かに、うん、まあでもなんかその相模のユニフォームを着てやりたいっていうのは、うんまあ、結構野球高校野球着てやったりとか、うん、だからそういうこれから高校野球どこ行こうかなと思ってる人たちだったら憧れる一枚だとは俺は思うあー確かに、うん、かっこいいと思うパシキンパシキン
まあ今こうベスト2までか、うん、発表したんですけど、はい、バヤシと、まあ、あの JB でね、だから1人1枚ずつどこの高校のあれ着てみたいんだよねっていうのがあれば、自分 JB から言いましょうか。僕が着たいのは、うん、横浜高校です。ああるあるだね、まあ、あれはかっこいいよ。あれはすごいな、うん、神奈川ってすげえよね。確かに俺もね、横浜って言おうかなと思ってた、ぶっちゃけ。相模じゃなくて、でもね、俺は縦島に憧れた。横浜はあれ、もう横浜のユニフォーム着てる人は夏もう絶対スリーブを出しちゃダメ。スリーブを出しちゃダメ。もうね、腕 の, ちあの筋肉だけがもうアームスリーブ。なるほどね。で、もう白のバッテン、うん、それだけで確かにかっこいいよな、あれかっこいいですよ、うん、だ続いて、バーシーはなんかどっか着てみたい、こうあれありました。僕はあれですね、うん、あの小豆島高校。はい、これなぜって言っちゃったまえなんで。それなんでですか、理由教えてください。いや、僕小豆色好きなんですよ。ああ、えんじの。そう、えんじっぽい色が。うん。楽天のユニフォーム好きなんですよ。ああ、僕少年野球えんじでした。あ、本当に。うん、あ、マジで楽天まんまパクリみたいな。お前めっちゃ嘘ついたな今。全然左胸に小豆島じゃん。何を言ってるんだ。適当に言ったらバレた。最低だお前それ本当に。パシキン。パシキン。ユニフォームがかっこいい高校ベスト3の第1位は。でにゃん。花咲徳栄高校。いつかのこの流れ、まあということでですね、花咲徳栄高校が一番かっこいいということなんですが、はい、うん、これじゃなぜかと言いましたら、はい、まずアンダーシャツね、はいはいはい、あの唯一の、ああその話聞きますね、入った時に言われましたよね、言われた、このアンダーウェアは、うん、他では売ってない、一般販売はしてない、うん、もう特ある限定の色だ、うんうん、だ普通に俺ら水色着てたけど、うん、腹からしたら黒とか、まあ、ネイビーとか、うんうんうん、そこら辺が主流になってくるわけ。確かにね、うん、でその中で水色、うん、最初すごい違和感なかった。いや、あった、あるでしょ、うん、アンダーシャツって水色だよ、うんうんうん、でそれをじゃあ着てみていざやってたんですけど、うん、結局あの水色がなんかもう最終的には大好きなんですよ。まあ、確かにね、うん、唯一無二っていうのはやっぱもうみんないいって思うもんな、うん、でマッシュやトカールのあのカラーが好きなんですよ。あー確かに、なんかなんだろう、説明できないような色もしてるし、ね、うん、なんか青の中にアウトライン赤で、うん、であのね文字花咲徳栄、うん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 、でなんか服もさ色もさ、うん、あのクリーム色っぽく、クリーム色だね、王道な色ではない感じだよね。確かに、ほんとなんかパッて見た段階で、うん、あトカールって分かる日本だなと思って、うん、確かに、だから多分あのトカールの同級生の子とか最初にこうトカール入る前に家にこう荷物届くじゃないですか、うん、絶対みんな来てましたから。あ、来ました、来ましたよね、来ました、来ましたよね、来ました、僕も来まして、来ますよね、であのユニフォームをね今でもこう持ってるんですけど、はい、やっぱ僕が一番好きなユニフォームはどこかなと思ったらトカールになっちゃいますね。あー、うん、パシキン、バシキン。はい、ということでですね、はい、まあ、ベスト3発表させていただいたんですけれども、はい、まあ、これあくまで僕の思ってるやつなので、うん、そうです、僕は違いますから、うん、またみんな違うと思うんですけれども、はい、まああのですね、この動画がまあこう、あ、そう、僕もそう思いますよとか、うん、いや、こういうところもかっこいいですよとか、うん、まあ逆にはこのベスト3聞きたいよっていうのがあれば、もう本当全然コメントしてください、本当にしてください、うん、全然大丈夫です、お返しするんで、その企画も実現すると思うので、うん、これからも皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう、バイ。